ザ・サリバンズとして、カルフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船で、飛行後、建造中の1943年2月6日に、サリバン兄弟にちなみ、ザ・サリバンズへ改名された。ザ・サリバンズは1943年4月4日に、サリバン兄弟の母であるトーマス・カイ・サリバン夫人の手により浸水し、1943年9月30日に、 ケネス・エム・ジェントリー中佐の指揮の下で収益した。講師完了後の1943年12月23日、ザサリバンズは同地とガトリングに配属され、第58点に任務集団と共に、真珠湾を出発したザサリバンズは、クエゼリンの戦いに参加するため、マーシャル諸島へ向かった。1月24日から、任務集団は、クエゼリン干渉のルオット島空襲を開始し、 以降2日間ザ・サリバンズは空襲を継続する空母へセックス、イントレピット、カボットを護衛した。その後も2月2日に任務集団がメジロへ補給に戻るまでの間、クエゼリン干渉周辺での任務を継続した。ザ・サリバンズのエンブレム。2月12日にザ・サリバンズは今度は日本海軍の重要な白地であるトラック島を空襲する。 第58点に任務集団を護衛する任務に就く。2月16日に所定の海域に到着後、3隻の空母は艦載機を発進させてトラック島に激しい空襲を加えた。日本海軍艦艇に多大な損害を与えたものの、2月17日に敵機の反撃により、イントレピットに魚雷が命中、速力が20ノットまで低下し、ソーダの自由を失った。 ザサリバンズは、オーウェン、ステンベルと共に損傷した、イントリピットをメジロまで護衛した。2月21日のメジロ到着後、ザサリバンズはすぐに、ハワイへ向かい3月4日に、真珠湾に到着、入居修理を行った。3月22日、ザサリバンズは、パラオ、ヤップ島、ウォレアイ干渉の空襲に向かう複数の任務集団の護衛につき、 29日の海域到着以降は、空母の護衛と、たびたび襲撃してくる、日本軍機に対する対空戦闘を行った。補給のためメジュロに戻った後、ザサリバンズは、ポーランジア、タナメラ、枠で島への空襲とアイタペへの上陸支援を行う、第58.2任務集団を護衛した。続いて、ザサリバンズは4月下旬にトラック島へのサイドの空襲に参加する。 4月29日にザサリバンズらは低空飛行で接近してきた日本軍機に襲撃された。アメリカ側のレーダーは16マイル先で敵機を発見し射程内に入ったところでザサリバンズは5インチ手法と4 0トル連装機銃で射撃を開始した。2機は対空砲火で撃墜され1機は炎上しながらザサリバンズの前方を横切り左舷側の海面に墜落した。 5月1日にザサリバンズはポナペ島北西近海に到着、島を砲撃する戦艦アヨアラの護衛を担当した。またザサリバンズはトゥム岬へ最大射程から18発の砲弾を発射し、それから日本側の大発3隻が着眼しているのを発見して目標を変更した。しかしながらザサリバンズはまもなく射撃停止の命令を受け取った。 空母ヨークタウンから給油を受けながら、ザ・サリバンズは5月4日にメジロに到着した。10日後、ザ・サリバンズを含む第58.2任務集団は南鳥島都営駅島への空襲に出撃し、日本側の反撃なしに5月19日から3日間空襲を行った。キロ・ザ・サリバンズと姉妹艦らは対戦紹介を行ったが戦果はなかった。 サンフランシスコ湾を航行するザ・サリバンズ。1943年10月12日。1944年6月6日、ザ・サリバンズはサイパン島、テニアン島、グアム島へ空襲を行う空母を護衛するため出発した。6月12日の午後にザ・サリバンズのレーダーが敵機を捉え、第58.2任務集団は対空戦闘で一機の撃墜を記録した。 サイパンの戦いで、アメリカ軍の上陸準備砲撃が始まった6月13日、ザ・サリバンズはその日、第58.2任務集団と第58.1任務集団が望める位置に止まり、両部隊間の通信拠点として機能した。また、ザ・サリバンズは、沖合で撃沈された、日本の商船の乗員31名を救助して、機関銃巡洋艦インディアナポリスへ移送した。 日本軍機の空襲を受けた6月19日、ザサリバンズは対空戦闘で水星一機を撃墜した。一連の攻撃の仕上げとしてパガン島を抵抗なく空襲した後、ザサリバンズは整備のために第58.2任務集団と共にエニウェトク干渉へ交代した。6月30日にザサリバンズはサイドサイパン島とテニアン島を空襲する空母の護衛に着いた後、 今度は、伊王島に向かうことになった。またこの期間中に、ザ・サリバンズは、第58.2、4任務隊の戦闘機関制艦として従事している。独立記念日、ザ・サリバンズを含む、第58.2、4任務隊からなる、第一砲撃部隊は、伊王島西岸の目標を艦砲射撃した。15時から、ザ・サリバンズを含む砲撃部隊は、射撃を開始したが、 まもなく煙や粉塵により、観測困難となった。ザサリバンズは15時48分から飛行場に3、正社を加え、飛行場の延滞壕に駐機されていた一式、陸上攻撃機に命中するのが見えた。この射撃によって航空機5機を破壊し、8機に不確実な損傷を与えたと判断された。それから数分後、ザサリバンズは一隻の二等輸送艦を砲撃し戦備に、 火災を生じさせた。この輸送艦は、ミラーの砲撃で完全に破壊された。その後も、第58.2任務集団に復帰したザ・サリバンズは、7月を、グアム島やロタ島など、マリアナ諸島での空襲の護衛で過ごした。9月、ザ・サリバンズは、フィリピンの日本軍飛行場を空襲する、第38.2任務集団の、レーダーピケット任務を行った。 サイパン島に交代した9月28日の夜明け頃、戦艦マサチューセッツに接限して、補給、点検を行おうとしていたザ・サリバンズは、マサチューセッツの原則に激しく衝突してしまい、原則と上部構造物に損傷を負った。短期間の対戦紹介の後、ザ・サリバンズは10月1日に、ウルシー干渉へ向かった。駆逐艦母艦リキシーに接限して修理中だった。 ザサリバンズは災難に見舞われた。白地を襲った大嵐によってザサリバンズを含む駆逐艦の群れはディキシーから押し流されてしまった。ザサリバンズは風下へと流されながらもなんとかボイラーの蒸気圧を上げて移動しようとしたが、そのままウールマンと衝突してしまった。多くの小型艇が波に翻弄され、そのうちザサリバンズはストックハムの艦載艇が波に飲まれる前に4名の 乗員を救助しているザサリバンズは嵐が弱まった10月4日にウルシーへ戻り、再びディキシーの傍らでオーバーホールを行った。ザサリバンズは10月6日以降、台湾と沖縄を空襲する空母の護衛を行う。10月12日に多数の日本軍機がレーダーに捉らえられ、台湾沖航空船の火蓋が切られた。続く6時間。 約50、60機の日本軍機が空襲を行った。日没から45分余り経った後、ザ・サリバンズは、右辺から低空で接近してきた一式、陸上攻撃機を発見し、射撃により炎上させた。続く15分間、ザ・サリバンズを含む部隊は3機を撃墜した。18時56分から19時54分にかけて、ザ・サリバンズは5機の撃破を報じている。 敵機の攻撃に対して、ザサリバンズは18ノットから29ノットに加減速を繰り返しながら8度の緊急回避を行いつつ、対空射撃を続けた。空襲の第二波は12日21時5分から始まり、翌13日2時35分まで続いた。日本軍機は照明弾を投下して目標である、アメリカ艦隊を照らす間。 レーダーを拡乱するために疑問誌を多用するようになった。ザサリバンズらは照明弾の明かりから艦隊を隠すために煙幕の展開を行ったため一体にもやと明かりが不気味な光景を作り出していた。ザサリバンズと両艦は22ノットから25ノットで合計38回の一斉回答を行いながら敵機を迎撃できるように砲を臨戦態勢に置き続けた。13日 空母から発信した。関西機は台湾空襲に成功したものの、従順洋艦キャンベラが一式立候の雷撃で損傷したため、ザサリバンズはキャンベラの援護を行った。翌日、今度は軽巡洋艦ヒューストンが雷撃されて損傷。ザサリバンズはすぐにヒューストンの護衛に加わり、キャンベラとヒューストンを守りながら、ウルしいへ交代した。 交代中の16日にも激しい空襲を受け、ヒューストンは、完備部に二度目の雷撃を受ける。ザサリバンズは、発砲を開始し、銀河一機を撃墜した。さらにザサリバンズとステフェン・ポッターは別の銀河を射撃して炎上させ、燃える銀河はそのまま軽1 2洋艦サンタフェの艦首、近くの海面に突っ込んだ。ザサリバンズは、ヒューストンから118名を救助し、 18日に従順洋艦ボストンへ移乗させた。ザ・サリバンズは損傷したヒューストンに応急修理用の機材を運搬し、負傷者への援助を行った。このヒューストンに対するザ・サリバンズによる一連の救援活動の功績により、ラルフ・ジェバウム・中佐は彼にとって初となる銀星賞を受賞した。ポナペ島沖を航行するザ・サリバンズ。煙突のクローバーの絵に注意。 1944年5月2日、10月20日、ザサリバンズは第38点任務集団に加わり、0手置き回線に参加することになった。24日の夜明け、偵察機がミンドロ島南方で日本艦隊を発見し、任務集団の空母は攻撃のため艦載機を発進させた。同日朝に日本側の空襲を受け、 ザ・サリバンズは一式戦闘機一機撃墜を記録した。10月25日に北方から日本艦隊が南下しているのが発見されたため、ザ・サリバンズを含む第34任務部隊が編成され、空母機動部隊第38任務部隊に従って北を目指した。25日の早朝に日本艦隊から約60マイルの地点から関西機を発進させ、11時に 第34任務部隊は反転した。戦艦アイオワとニュージャージー、3隻の軽巡洋艦、そして給油を受けたザ・サリバンズを含む駆逐艦8隻は、高速攻撃集団第34.5任務集団を編成し、3時間にわたって日本艦隊の追撃を行ったが取り逃がした。第34.5任務集団は、アタゴ型重巡洋艦1隻撃沈を主張したが、これは、 駆逐艦のわけの5人であった。ザサリバンズらは第38.2任務集団に復帰し、11月中旬を通じて空母の護衛とプレーンガード任務を行った。日本側による数多くの空襲の一つと戦っていた11月19日の夕暮れ時、ザサリバンズは対空戦闘によって一機の一式立候を撃破した。その一式立候は煙を吐いてはいたが、 しっかり飛びながら水平線の向こうへと消えていった。6日後、ザサリバンズは日本軍機1機を射撃し、こちらは炎上しながら海面に突っ込んだ。その2日後に任務集団はウルシーに戻った。第38.2任務集団に復帰したザサリバンズは12月8日から11日にかけて演習を行った後、 マニラやルソン島南部への空襲を行う空母を護衛した。しかし、任務後に給油を受けつつあったザ・サリバンズは、コブラ台風に遭遇した。12月18日に、風速115ノットにも達した激しい暴風に襲われた艦隊は、駆逐艦3隻が沈没し、数隻が損傷したが、煙突に幸運のクローバーを描いていたザ・サリバンズは被害を受けなかった。 そして12月20日から他の艦から海に投げ出された乗員の捜索活動を始めた。悪天候はなかなか収まらなかったため空襲は中止となりザ・サリバンズはクリスマスイブにウルシーへ帰還した。1944年12月30日ザ・サリバンズはアイオワを護衛してウルシーを出撃、ルソン島の戦いを支援するために台湾を空襲する。 第38.2任務集団の護衛艦として活動した。年が明けた1945年1月9日、悪天候のため3日遅れで艦隊はバシー海峡を抜けて南シナ海に入った。3日後、関西機はサイゴンとカムラン湾を空襲した。空襲後すぐにザサリバンズは戦艦2隻、重巡洋艦2隻、軽巡洋艦三隻、 駆逐艦14隻と共に第34.5任務集団を構成し、カムラン湾で日本の残存船舶を相当するために向かったが、狙いに反して船舶の姿は全くなかった。対照的に空母艦載機は海南島、香港そして台湾を空襲した。ザサリバンズは任務集団から10マイル前方に進出して、レーダーピケット任務に従事した。 1>, 1月下旬にウルシーで短期間のメンテナンスを行った後、ザ・サリバンズを含む第58.2任務集団は日本本土への空襲を行う。2月16日から17日にかけて本州の東京やその周辺の目標を空襲し、さらに18日から21日まで異王島の戦いを支援するため異王島の地上目標に激しい攻撃を加えた。 さらなる東京への4日間の空襲は悪天候により断念された。海域を離れた任務集団は2月28日午後に沖縄沖で給油を行った。同日、ザサリバンズは浮遊する嫌い一個を発見し破壊した。3月1日の夜明けに関西機を発進させ沖縄の日本側拠点に空襲を行う。任務集団は日本側の反撃を受けることなく速やかに うるしいへ交代した。ザサリバンズは12日後、九州と本州南部を空襲する第58.2任務部隊を護衛するために出撃した。3月20日、ザサリバンズは空母エンタープライズと並走しながら養生給油を受けていたが、給油を終えて5分後の11時52分に、神風特別攻撃隊による空襲の警報があり、乗員たちを慌てさせた。 14時39分、再びエンタープライズと並走中に警報が起こった。今度はザサリバンズの FD レーダーにはっきりと捉えられた。ところが直後に別の敵変態による空襲が艦隊を揺るがした。ザサリバンズは増速して他の艦艇から距離を置くと、両艦と共に対空砲火を始めた。一機の特攻機が弾幕を突破し、空母ハンコックから給油中だった。 駆逐艦ハルゼーパウエルの艦備に突入した。損傷したハルゼーパウエルは、相打不能となり、向きを変えると、ハンコックの艦首に接近していった。幸いにも、ハンコックは急転打で回避に成功した。ザサリバンズはすぐに、ハルゼーパウエルへ援助のために接近する。減速し11分後に完全に停止したザサリバンズは、 内家艇に軍医と薬剤師法を乗せて送り出したが、16時10分に、冷式艦上戦闘機が接近しつつあるのを、レーダーで発見した。内家艇を速やかに要収したザサリバンズは、直ちに増速して、重火を取ると接近する冷戦に 40mm と 20mm の機銃を発砲した。冷戦は、ザサリバンズのマストの100フィート上空を通過していった、ため難を逃れた。 5ノットで、ノロノロと移動するハルゼーパウエルに付き添いながら、ザサリバンズは、うるしーへ交代した。ところが、問題は続き、3月21日10時46分に、ザサリバンズは15マイル先から接近する敵機を捉えた。それは一機の銀河であり、ザサリバンズとハルゼーパウエルの5インチ手法によって、撃墜された。12時50分には、ザサリバンズからの歓声の下で、 ヨークタウンから発信した戦闘空中紹介任務の F6 回戦闘機が2、式複座戦闘機もしくは100式司令部偵察機と思われる敵機を撃墜している。3月25日にザ・サリバンズとハルゼー・パウエルはウルシーへ到着した。ハルゼー・パウエルは修理を行い、ザ・サリバンズはメンテナンスと訓練を実施した。損傷したバンカーヒルから負傷者を移す。 病院船マウンティフルと航行するザ・サリバンズ。1945年5月12日撮影。沖縄沖で第58任務部隊と交流したザ・サリバンズは、沖縄の戦いの上陸援護を行う空母の護衛に着いた。レーダーピケット任務中の3月15日に空襲を受けたが、一機を撃墜し被害はなかった。ザ・サリバンズは、以降も、 本体から12から15マイルの距離を保ちながら、レーダーピケット任務を続けた。4月29日の午後、ザ・サリバンズが空母バンカーヒルから給油を受けようとしていたところに、空襲警報が行われ、やむなくバンカーヒルから離れざるを得なかった。この空襲では、ヘーゼルウッドとハガードに特攻機が突っ込んだが生き残ることができた。沖縄近海で活動するアメリカ艦隊や、 揚陸艦艇への攻撃は続き、5月11日にはバンカーヒルに特攻機が突入する。ザサリバンズは炎上するバンカーヒルへ救援のために接近し、破壊のひどい区画から炎に追い立てられた166名の乗員を移乗させた。艦艇は第50.8任務集団へ移され給油を受けた後、ザサリバンズは第58.3任務集団を護衛して、 九州への空襲を行った。三日後の朝に行われた空襲の最中エンタープライズが特攻機に突入された。混戦の中で艦隊は四機の特攻機を撃墜し、そのうち一機をザ・サリバンズが撃墜した。これはザ・サリバンズにとって第二次世界大戦で最後の戦闘と戦果になった。6月1日、ザ・サリバンズは休養と整備のために、 レーテ島サンペドロ湾に停泊した。6月20日にレーテ島を出発し、エニウェト区干省と真珠湾を経由しながら西海岸へ向かう。ザサリバンズは7月9日にカリフォルニア州メアアイランド海軍造船所へ到着してオーバーホールに入り、そのまま終戦の日を迎えた。ザサリバンズはオーバーホール完了直後の1946年1月10日に サンディエゴで退役し、太平洋予備役艦隊で保管された。サセブ港で、工作艦、エージャックスの隣に並ぶザ・サリバンズ。1952年12月14日。朝鮮戦争の勃発に伴い、ザ・サリバンズは1951年7月6日に、アイライム・キング中佐の指揮の下で最終役した。すぐに、パナマ運河経由で母港に指定されたロードアイランド州。 ニューポートへ向かい、1951年の冬から翌1952年にかけて東海岸とカリブ海で訓練を行った。1952年9月6日、ザ・サリバンズはニューポートを立ち、日本へ向かった。パナマ運がサンディエゴ、真珠湾、ミッドウェイ島を経由しながら、ザ・サリバンズは10月10日にサセボに到着した。だが、翌日には、 朝鮮半島東岸沖合で第77任務部隊に合流すべく出港し、北朝鮮軍の補給路遮断や国連軍地上部隊の支援を行う空母の護衛を行った。10月20日まで任務を行ったザサリバンズは海域を離れ、短期間の整備のために横須賀へ向かった。沖縄の中ぐす区湾を経由し、ザサリバンズは1952年11月16日に、 空母の護衛とプレーンガード任務のため第77任務部隊に復帰した。ザサリバンズはウラジオストックから75マイル以内の距離にある北朝鮮の補給戦災北部を攻撃する空母を護衛した。ミグ -15 戦闘機が任務部隊に接近してきたが空中戦闘小会の F9 回によって2機が撃墜され1機が撃破された。これは会場における 史上初のジェット機同士の空中戦であった。ザサリバンズは12月5日に佐世保に戻り12月4日からは朝鮮半島沿岸で国連軍による海上封鎖に参加した。これは北朝鮮の海上交通阻止と沿岸部での北朝鮮の補給路遮断や国連軍、地上部隊支援を目的とした砲撃任務であった。G エリアに到着後16日に ザサリバンズは、四つの重要な鉄道ターミナルや補給所を確認する。続く数日間、ザサリバンズは、鉄道やトンネル、補給施設を砲撃で破壊するとともに修復を妨害し続けた。1952年のクリスマスの日、ザサリバンズは、鉄道橋に直撃弾を記録した。返礼に、ザサリバンズの周囲には、北朝鮮軍の沿岸砲台から約50発の、 砲弾が降り注いだ。しかし命中弾はなく、資金弾の水柱と砲弾の破片が甲板に降っただけであった。ザサリバンズの反撃砲火は少なくとも北朝鮮軍の砲一機を破壊した。その後ザサリバンズは本国に帰還することになり、1953年1月26日に横須賀を出港した。ザサリバンズは中条湾、香港、スービック湾、 シンガポール、コロンボ、ボンベイ、バーレーン、アデンを経由して、航海に入り、スウェズ運河を通過、さらにナポリ、カンヌ、ジブラルタルに寄港した後に4月11日ニューポートに到着した。ザサリバンズは夏の間母港周辺で活動した後、年内の残りの期間を第6艦隊で地中海に展開して過ごした。 1954年2月3日にニューポートへ帰還した。あと、1955年5月まで、東海岸やカリブ海で、さらに同年5月から8月までヨーロッパと地中海で活動する。移行数年間、ザサリバンズは、東海岸と地中海で活動を続けた。1958年夏には、レバノン紛争発生に伴い、レバノンへ派遣され、介入のために、 ベイルートへ上陸するアメリカ海兵隊を支援した。内乱が鎮圧された後、ザサリバンズは本国に帰還して3ヶ月間の入居を実施してから、キューバのグアンタナモアンで訓練を行った。1959年3月、ザサリバンズは対戦空母ボ、レイク・シャンプレインらとハンター・キラーグループを構成し、対戦戦訓練を通じた海軍兵が構成との訓練公開を行う。 その後は地中海へ展開して秋に母校へ帰還するまで活動した。1960年には母校周辺でしばらく活動した後、フロリダ州キーウェスト沖でアスロック対戦ミサイルの評価試験に参加。この期間中にザサリバンズはケープカノベラル沖合で墜落した KC-97 空中給油機の生存者5名の救助活動に参加している。 9月に北大西洋条約機構の演習に参加した後、ザサリバンズはポルトガルのリスボンを訪問し、速やかに地中海、スエズ運が航海を抜けて東パキスタンのカラチに到着した。ザサリバンズはパキスタン海軍、イラン海軍、イギリス海軍の艦艇と共に10月後半から11月初めにかけて中央条約機構合同演習ミッドリンク3に参加した。 地中海に戻った後、ザサリバンズは第六艦隊及びフランス海軍と演習を実施し、クリスマスに母港へ帰還した。1961年1月、ザサリバンズはニューハンプシャー州ポーツマス沖で原子力潜水艦エイブラハムリンカーンの養生公美を支援し、その後は南へ向かいスプリングボード作戦に参加した。カリブ海ではマルティニークを 訪問、3月初めに短期間、ニューポートへ戻るが、ザ・サリバンズはすぐに、西インド諸島へとって帰し、プエルトリコのビエケス島で、海兵隊の上陸演習に参加した。ニューポート沖を航行するザ・サリバンズ。1962年10月29日。1961年4月、ザ・サリバンズは、フロリダ沖で、マーキュリー計画に備えた。 激しい訓練を行う。ザサリバンズは、フロリダ州、メイポート海軍補給基地で、レイクシャンプレインと合流し、所定の海域へ向かった。5月5日、アメリカ人初の宇宙飛行を行った、アラン・シェパード中佐が乗るマーキュリー3号が頭上を飛び越えて、レイクシャンプレインの近くに着水し、速やかにヘリコプターで空母の艦上に回収された。 任務を終えたザサリバンズは6月に海軍兵が構成との訓練公開を行い、ニューヨークとカナダのノバスコシア州ハリファックスを訪問した。1961年9月から1962年2月にかけてザサリバンズはボストン海軍交渉で本格的な整備を実施し、それからすぐに練習艦任務に就くためにグアンタナモワンへ向かった。そこで、 ザサリバンズは、主観の卵たちに駆逐艦での任務の基礎を学ぶ教材としての役割を果たした。5月と8月には、カリブ海で駆逐艦学校の訓練公開を行った。1962年10月、キューバ危機の発生に伴い、ザサリバンズはアメリカ海軍によるキューバの海上封鎖に参加する。最終的に、ソ連との外交交渉によって、 緊張状態は緩和されたため、ザサリバンズはニューポートを駅艦した。1963年1月7日、ザサリバンズはニューポートからカリブ海への訓練航海の途上にあった。ニューポート駅艦後は駆逐艦学校の近海での任務に従事した。4月10日にボストンウで原子力潜水艦スレッシャーの沈没事故が発生したため、 ザ・サリバンズは緊急の事故調査活動に加わることになった。以降は1964年の最初の数ヶ月まで、ザ・サリバンズは海軍兵学校生との訓練を続けた。4月1日、ザ・サリバンズはアメリカ海軍予備員の訓練部隊に移され、母校もニューヨークに変更された。4月13日にニューポートを出港し、 ニューヨークで予備役兵を乗せたザサリバンズは主に対戦訓練を行いながら北はハリファックス、セントジョン、シャーロットタウンといったカナダの街から南はフロリダ州パームビーチに至るまで各地を巡航した。1964年2月10日、オーストラリア海軍のクルボメルボルンが訓練中に駆逐艦、ボイジャーと衝突し、ボイジャーが沈没する事故が発生したため、 アメリカ政府によりボイジャーの当面の代替としてザ・サリバンズとトワイニングを提供する提案がなされた。結局、オーストラリア海軍はイギリス海軍からボイジャーと同型のデアリング級駆逐艦ダッチェスを譲渡されたため実現することはなかった。博物館船として展示されているザ・サリバンズ。2013年9月22日。1965年1月7日に。 ザサリバンズはフィラデルフィア海軍造船所で退役し、1970年代まで予備役に置かれた。1974年12月1日に除籍されたザサリバンズは1977年以降、ニューヨーク州バッファローのバッファローエリー軍、海事軍事公園で博物館船として保存されており、傍らにはミサイル巡洋艦、リトルロックと潜水艦、 クローカーも保存されている。ザ・サリバンズは世界に現存する4隻のフレッチャー級駆逐艦の一隻であり、1986年1月14日にアメリカが衆国国定歴史建造物とアメリカが衆国国家歴史登録財に指定された。1995年8月12日にはザ・サリバンズの艦名を受け継いだアーレーバーク級ミサイル駆逐艦ザ・サリバンズが浸水し、 2020年現在も収益中である。ザサリバンズは第二次世界大戦で9個、朝鮮戦争で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。